ホッチキスついに問えまして、ほうほうほう、はい、まあね、その怪我してね、うん、言うたらあの下の子がこけて、うん、こけた先に柱があってここをちょっと3センチほど切れたんですよね。うんうん、で、まあ、救急で病院に運ばれまして、うん、で縫う時にね、うん、縫うよりか今はホッチキスの方がってことで、うん、ホッチキスをバチバチバチと止められたんですけれども、うん、ホッチキスってでもほんまのホッチキスやからもうなんか見てる方がね、本人は全然気づいてなくて、うん、で見えもせえへんからなんてことないんでしょうけれども、うん、もう周りの方がこうホッチキスが頭にひっついてるのが見えてるわけで、うん、気になるというか痛々しいというか、うん、でお風呂もねホッチキス止めた時もそうなんですけど、うん、今日だけ我慢してもたら頭がもう明日から笑ってもっていいですよみたいな感じやったんですよ、うん、でね、やっぱりでもこうガシャガシャって時にホッチキスに引っかかって取れても怖いし、うん、そんな簡単に取れるもんじゃないとは思うんですけれども、で一緒に入って、うん、頭洗う時にどうするって言って、うん、ちょっと怖いからここだけ濡らさんといてとかって言いよるんで、うん、まあ、ここだけ濡らさんようにしようか言いながらこう周りだけをね綺麗にシャンプーつけて洗って、うん、でしてたんですよ、うん、で次の日もどうするって言ったら今日もちょっとまだやめとくわとかって言いよるから、うん、結局そこだけはあんまり洗わんようにっていう形でね、うん、でしてて、でホッチキス止めた時に言わはったんですけれども、うん、一応救急車で運ばれているの でもしここへ来るのが大変であれば、うん、別にその消毒に関しても近くのただ脳を見てくれる病院があるんであればそこ行ってもっていいですよと、便利なとこ行ってもってもいいですよと、うん、でどこ行っても消毒はできるんですけれども、うん、そのホッチキスを外すときにそれなりの機械がないと開きませんの で一応脳とかを専門で見てるところの方が安心やと思いますみたいなこと言うてはったんで、うんうんうん、まあ大層な機械を使ってね、うん、大層な外し方をするんやろうと、はあはあ、でホッチキスするときはね僕の耳元で先生がちょっと痛いですよって言いながらバチバチバチって思う、はあはあ、子供は大泣きしてもう唇は青ざめるぐらいになってたんで、うん、外すときも痛いのかなと思って、はあ、先生これ外すときも痛いんですかって言ったら、あ全然それは大丈夫ですよって言うてはったんでね、まあ言うてはったにもかかわらず大層な機械で外すのかと思ってるからこれは痛いしかわいそうやしと思いながら、うん、でもそれなりにその病院も遠くなかったんで、うん、そこへずっと会話してもうててね、で1週間後なんで、うん、でちょうどそのホッチキスを止めはった先生の日にちょうど外すことになったんですよ、うんうんうん、でもう下の子もね、うん、ホッチキスされるときは、うん、もうなんてことない顔でおって一発目のバチっていかれたときにその痛みを覚えてギャーギャー泣いたもんですから、うん、でお父さん痛いんちゃう痛いんちゃうってずっと病院で行く前からずっと言うてるんですよ、今日外さなあかんはどうしようってこれずっとつけてる方が嫌やで、うんうん、いやでも外すの痛いわどうしよう先生痛ない言うとったやろって言うてんねんけど、うんうん、いや怖いわ怖いわってずっと言うてるんですね、うん、で病院に行って診察券出してどこどこの部屋の前で待っててくださいって待ってたんですよ、うん、でたまたままあギリギリに行ったもあったんですけど、うん、前にこう一人患者さんがいたはったおじいさんがね、うん、そのおじいさんが入らはって終わって出てきて、うん、次やで次やでいや怖いわどうしようどうしようっていう話をしてて、うん、でおじいさん出てきてからそっからなかなか呼ばれないんですよ、お10分ぐらいおじいさんが出てきてから待たされるわけですよ、うん、で今までその消毒の時も何回こんな病院に行ってるから、うん、で前の患者さんが出てきはったら次スッと呼ばれて入るんですけれども、うん、その時に限って10分ぐらいこう呼ばれなかったんで、うん、で子供もだんだん不安になってきて、お父さんまだかな、ずっと待たされてるけどまだかな、なんでかなって言い出すし、うん、で僕自身もねその今まですっと呼ばれてたのになかなか呼ばれへんわけですから、うん、何か大層な機会があってとかどこどこへ連れて行かれてとかえらいことになるんじゃないだろうかってだんだんこう不安が煽られてくるわけで、うんうん、まあでも僕が不安になっててもしょうがないんでね、うんまあ、すぐやで順番やでって言いながらこう待たしてたんですよ、うんで、今までなら看護師さんが呼びに来てくれはったんが、うん、看護師さんがせず先生が直接呼ばれて、何かこう不安を感じるまま、うん、こう病室に入っていって、でちょっと見せてもらいますねってこう診察して見たんですけれども、うん、そのままどっかに運ばれて取るのかなと思ったら、うん、あほなもう外しましょうかこれ頭って洗いましたっていう聞かれたんでね、うんうんうん、いやちょっと本人が怖がってたんでできるだけここには水かけへんようにしてるんですっていう話をしたら、うん、あほんまですかちょっとね血固まって
髪の毛ひっついてますね、あの手持ってた方がほんま楽やったんですけどね、あ、そんなもんだったんだって思いながらも、で外しますねって言わはって、どっかまた大層な手術室かなんかに行くのかなと思ったらいや、もう本当に簡単なハサミみたいなもんを持ってきて、うん、機械ってこれって思うようなやつやったんですけども、うんうん、ちょっと外しますねって子供がもうビビってしもて、こう手をね出そうとしてるんで、うんうん、ちょっと手動かしたらあかんでって僕もちょっと手を押さえてて、うんうん、で行きますねってピュッてしたら、こう簡単に1個がプッと外れたんですよ。ほうほうほう、外れたよって言うたら下の子がほんまって言うんですよね、うん、もうそれぐらい一瞬に外れてて、で痛かったって、いや痛くないって言ってて、次もの外すねーって、もうポッポッポッと簡単に4つ外れて、で、あ、終わったよって、ね、下の子もえ言うてるぐらいで、もう初めビビってたが最後のはもう平気な顔してましたからで機械ってどれでも外せるんちゃうのと思って、で家帰ってちょっと調べてみたら、やっぱその機械っていうか、そのハサミのね、どういうってこうホッチキスこうなってるじゃないですか、この真ん中の部分をグッと押さえて広げさせてスッと抜くというやつなんですね。だからハサミとはちょっと違うんですけど、でそれがない病院でやるとちょっとこう無理やり引っこ抜くような形になるので、痛かったりとか傷が大きくなったりとかっていうこともありますよみたいなこと、あ、そういうことやったんかと。でも体操にその機材がないととか言われるもんですから、こっちはもう体操なことやと思ってたのに子供ももう終わった、もう終わった、全然痛なかったわ、全然痛なかったわって、もうこっちになんか強なった気分で出てきてまあそれはそれで良かったんですけれどもね、で、あ、これだけのことだったんだと思ってね、で、まあ、それはそれで良かった。で、よく考えたら保険をね、いろいろこうあるんで、保険せっかくなら適用できるもんなら、いただけるもんはいただかんとと思って、で、学校から入ってる保険が一つあって、で、それはもう全然あの怪我とか通院とかも落ちてる保険があったんですけれども、一つちょっと別口に入ってる保険があったんですよ。で、そこにもちょっと問い合わせ見たら、それはもう通院とかっていうのはもともと入ってない保険やったんでね、で、一応こうこうこうで切って、で、ぬたというかホッチキスなんですけどねっていう話じゃないですか。で、それは手術に入らないですと言われて、で、通院になるんで、ちょっとそれで保険の適用は今回難しいですねっていう話になったんですよ。ってなると、初めの運ばれた時に先生に頑張って手術室に入ってもうて、ぬうてもうてたらなんぼかでも降りたのになとまあ元気になったから言えることなんですけれども、そういうことも考えながら病院も通わなあかんのかなと考えさせていただきました。